丈夫ですよ。はい。
左サイドから作っていこうとする田中芽生え。狭いところ、ここは藤代が一度クリアをします。セカンドもう一度小林美晴残しますが、そのボールを拾いに行きます。スルーパスを通して、ここから南野からもう一度左サイド抜け出した田中芽生え、勝負に行きます。中の枚数が少なかった中でシュートまで持っていきました。ファーストシュートは野島ステラ神奈川相模原。改めて位置取りをちょっと見てみようと思いますけれども、エジェプの方は4バックの形です。若林一致の、そして田中真理子、上野咲という形。そして中盤ボランチ右の方に西川がいて、今西川が競り合いました。中盤のボールの奪い合いになっています。一度タッチを割っています。やはり右のワイドに藤代を置いているという形になっています。このボールに絡んでいくのが鴨川。どうやら今日は鴨川をトップの一角、あるいはトップ下の位置に置いているようです。そして左のワイドの位置に大沢遥という形です。石川から右サイドに渡します。藤代、一度戻して若林、シンプルに裏を狙っていくボールですが、一度小林美晴が跳ね返して田中芽生え、再び田中です。縦にボールをつけました。ここで南を収めて右サイドに振ります。少しボールがマイナスになりました。キャプテンの石田南が抑えます。右サイドに川島春奈は開いています。その川島を使います。川島から中央は使わずに一度戻していきます。ある程度自分たちで、ビルドアップをすることができるチームです。野島ステラ、左から小林美晴のクロス、サイド流れていきます。ここに川島が追っていきます。追いつきました。一度下げて石田、石田からグラウンダーを通していきます。ただここはかなりスペースがないところ、奪っていきました。そして大滝亜美が収めていきます。大沢から裏、ここはオフサイドポジションでした。今度は野島が最終ラインから作ります。小林美晴が縦につけます。左サイド田中芽生え、田中芽生え選手は昨シーズン、大卒のルーキーという形でしたけれども、その1年目でしっかりと結果を出しました。今日は田中陽子選手がベンチに回って、この田中芽生え選手がスタメンという形になっています。若林からのボール、藤代が体を張ります。中盤ここで南野を受けて左サイドに流します。ここに大野忍が上がっていきました。一度切りました地野翔吾。大野選手は開幕前の時点で182ゴールを今度なでしこリーグで上げています。昨シーズンは2ゴール。一度クリアをしました。まだなでしこリーグの歴史の中で200ゴールを上げた選手というのはいません。ロングキック前線に送ります。セカンドボール跳ね返して瀬戸口が運んでいきます。彼女は展開力もありますが、一度引っ掛けていって、ここから大野忍ドリブル開始。スピードもありますが、右サイドは川島春菜、その右サイドに渡します。後ろからは石田みなみも来ています。石田がワンタッチで中央に送って、ここから松原逆サイドに送っていこうとしましたが、ここは一度引っ掛かります。松原有沙も代表招集をされました。今日はキーパーは船田真由に代わっています。風は少し巻いてはいますけれども、多少プレーに影響するぐらいで、そこまで大きな影響はありません。左から田中芽生え、前線から大滝亜美がずっとついていました。
さて、ここで得たフリーキックのチャンスです。今シーズンは AC 長野パルセロレディスから中野真奈美選手が入ってきました。まあ、左足の精度の高さというのは、まあ、かつて宇野ゴーベル時代から本当に有名な選手です。左足で中央に入れてくるいいボール、ここは一度跳ね返します。スローインは再び野島、ここも中野が入れます。南のキープから中野がもう一度左サイドに出しました。ちょっとスローインからのリターンが乱れました。南野、背番号10番の南野有沙は昨シーズン10ゴール、この一部の舞台でも力が通用することを証明しました。石田から前線のボールが入ります。ヘディングで落とした南野、少し選手重なりましたが大竹亜美の落とし、ここはうまくターンをしました。しかし絞っての対処になります石田。ただ大竹亜美がまたプレッシャーをかけて奪います。ここから押し上げていきたいところ、左サイド大沢から上野が一度上がりましたが下げて、すでに野島は自陣に引いています。田中のロングフィード、まあ、彼女はこのロングフィードの能力を相当買われている選手です。南の落としから今度は左サイドに小林美晴を上げさせようというそういったパスでした。藤代がドリブル開始、小林美晴戻ってきます。結局ゴールキックにしました。最終ラインから作ります。キーパーこのまま今シーズンから背番号1番になりました。小林美晴から縦につけようというボールですけれども、左サイドから上野が上がっていきます。そして大滝に入って、ある程度収まるところが作るとジェフはこうやって押し上げることができます。日野から藤代、藤代一人かわす、まあ、日テレブレーザー戦でも途中出場だった藤代選手ですが積極的な仕掛けは目立っていました。今度は田中芽生から左に流れた南野、そして大野に通そうとしますがここはカット。左に振ります。ここから大沢、あえてドリブルで運んでいこうとする上野ですけれども、もう一度引っ掛けてここはチャンスになりそう。上野から左に出します。鴨川が今は左に流れています。この裏へのスペースは蓋をしました。国竹亜美、先にボールを渡しました。さほど前線に人数をかけている雰囲気ではありません。ジェフレディス、おっとセカンドボール、ここ当たりました。川島、足元のテクニックあるところを見せます。が前線からのプレッシャー強くかけています。まあ、先ほどマンツーマン組についていくシーンなどもありました。左サイドバックの小林美晴が高い位置を取ります。まあ、彼女はかつては日テレベレーザに在籍をしていた経験もあります。まあ、お姉さんの美咲さんもなでしこリーグの選手でした。
さてここは桜本のロングキックです。昨シーズンまではジェフでプレーをしていた桜本。小林から中央のパス、一度クリアをしたセカンド松原の向こうでもう一度桜本がヘディングでつなぎます。まあ、要所要所にいいフィード能力のある選手がいるのが野島ですけれども、左から田中芽生へ抜けます。ここは西川彩香が冷静な対処を見せました。野島は左のサイドバックの小林美晴、それからあと背番号15番中盤底の位置を務めている松原、それからあとセンターバックの桜本、こういったところがかなりいいロングキックを持っている選手です。松原選手は昨シーズンルーキーながら全試合に出場して、今シーズンはなでしこジャパンのヨーロッパ遠征シーブリーブスカップにも招集をされています。まあ、もちろんその中では、まあ、いろんな課題は見つけはしましたけれども、まあ、彼女はサイズもありますのでディフェンスとしての可能性も含めて、かなりこう評価を集めている選手です。石川、ここはサイドに追い込む守備で野島がマイボールにしました。ある程度こうやって最終ラインからしっかりと、まあ、ただ蹴るだけではなくてボールをつないでいきます。日野が奪っていきました。若林は今シーズン副キャプテンです。かなり前からプレッシャーをかけていきます。川島が行って一度戻しました。もう一度川島が行こうとしています。上野咲希、縦につけていい落としから大沢が抜いていこうというところで、アウトに出したパス、ここしかしオフラク上がっています。今日はともに基本的には 4-4-2 の形、ミラーゲームという様相になっています。ツートップは野島ステラの方は大野と南野、そして一方のジェフレディスの方は基本的には鴨川と大滝という形でツートップのように見えます。ボールが強くいきました。裏へのボールです。これに対して出ていく選手もいますが、レースアートセカンドボールをもう一度田中芽生が奪います。田中からグランダー通してワンツーで抜けようというところ、ここ若林よく絞っていました。セカンドボール松原ありさのシュート、まあ、彼女はスペースあればミドルを打っていきます。試合開始から15分ほど経過をしていますけれども、まだ試合としては動いていません。開幕はベレーザ戦だったジェフ、まあ、ある程度前半に関しては耐え忍ぶという展開で、左から大沢が行きます。そして鴨川、上野のクロスはちょっと逆サイド流れました。最終的にキーパーのところまで行っています。まあ、その前半の守備についてはもちろん評価はされたんですけれども、まあ、ただ最終的にどうしてもやはり足が動かなくなってくる後半になると、まあ、ベレーザ、得点をするという形で3対1でベレーザが勝ちました。かなり長い距離を西川運んでいきました。そして大滝の落としから今度は瀬戸口、縦つけて西川、西川が今日積極的に前に行くシーン何回もあります。今度は左に大野が流れていて、再び田中芽生から戻します。南野から大野、左サイドに流したボールですがここは合いませんでした。まあ、一方の野島ステラの方ですが、まあ、
野田監督が話をした通り、現状代表選手は2人呼ばれている状況で、中盤の松原と今日ベンチスタートの大賀、この2人が呼ばれている状況です。そういった代表候補になる選手をこれからも作っていきたいというのが野田監督の希望で、かなりチームとしても要所要所に補強して、また優勝争いに加われるような、そんなメンバーになりました。大滝からの落とし、瀬戸口に入ります。そして右サイド上がってきた西川、シンプルなクロスだ、ヘディングシュート、決まった。先制は鴨川美穂。今は西川の上がりからチャンスが生まれました。前からの素晴らしいプレッシャーでボールを奪っていって、そこからチャンスを迎えました。そしてボランチの位置から高めの位置を取っていた西川彩香からのクロス、最後ヘディングで逆サイドから飛び込んでいった鴨川美穂のシュートが決まりました。その前には瀬戸口もくさびを打っていてという形で、チームとして、いいプレッシャーから、攻撃に転じてという形でジェフが先制をしています。今シーズン鴨川初ゴールということになりました。ベレーザ戦では得点はしているジェフですけれども、あの時はオンゴールでの得点でしたので、そういった目では今シーズン、チームとして取った、初めてのゴールということになります。今度は中央から中野、右サイドに渡して川島、浮き球で抜けようというところですが、最後は上野が、失礼、千代が絞って対処をしていました。中盤でヘディングの攻防になっています。野島は今日はビハインドからの展開、そしてチームとして今シーズン喫した初めての失点ということになります。予想よりもちょっとこうジェフの方がプレッシャーはかけているかなという中で、相手に点を奪われました。ここも前から引っ掛けていこうという藤代、そして今度は瀬戸口が行きますがサイドを変えます。石田が追いついていきそう、前には大沢がついています。一度一人かわして、ここで中野が縦につけて、大野が少し引きつけながら右サイドに渡します。右に流れた南野、彼女は足元も得意です。後ろから来た石田を使いながら、右サイドで三角形あるいは4人目が絡みながらビルドアップをしますが、ここでロストをして大滝亜美が奪います。で、大滝は右サイドに振りますが、ここは桜本がクリアをしました。中盤の攻防、まだルーズなボールですが、上野が追っていきます。石田、中野は一度戻します。ご覧の通りジェフのコンパクトなこうブロックを敷かれている状況ですので、スペースを見つけるのがなかなか難しい状況。右サイドから田中芽生も行きますけれども、ここでロスト。そして大滝のところである程度収めようというところ、ここは2枚でサンドをして奪っていきます。桜本から小林美晴、縦つけます。裏へのロングキック、左サイドに田中芽生が流れます。この田中には若林みのりがついていますが、若林先に体を入れました。松原、なかなかここから先がスペースがなくて、かつプレッシャーもありますので前に行かせてもらえません。徐々に下げさせられていますが、ここは中野うまくかわした。中野が左足で中央に持ち込んでいって、さあここから大野は何を選択するか。瀬戸口ついていますが、テクニックでかわしながら抜け出していく。キーパー、うま
まく周りも使いながら攻めていこうという形で大野忍が前に入っていました。ここまでは人数かけて攻めている野島ステラですけれども、まだブロックを広げるまでには至っていない状況です。藤代かなり強いアタックがありましたけれども、ここはノーファールです。松原が運んでいきます。うまくかわした西川、チャンス。大滝、後ろの状況を見たところで足を出しました桜本で、中野はしっかりと収めどころを作ってくれます。ユノゴあるいはベガルタ、それからと AC 長野といったところで中野選手はプレーをしています。中野選手はもうなでしこリーグでは開幕の前の時点で271試合出ています。得点も前節のゴールを入れると85点。桜本が出しどころを見ています。今日の試合おそらく桜本選手にとって一番気合が入る相手と言っていいでしょう。8年間在籍をしたジェフから今シーズン移籍をしました。田中芽生のドリブル中に運んでいきましたが、一度引っかかったボール小林美晴が拾います。そして中野から縦につけます。今度は右に振って松原、縦につけたボール川島春奈、右サイド石田美奈美が上がっています。石田のクロスが入りそう、中3枚入っている。田中芽生は収まればチャンスだ。シュートへ持っていけるかどうか、シュートへ、キーパー2枚のディフェンスをかわすような形で最後は左足でシュートに持っていきましたが、田中芽生へ、最後は船田真由が抑えています。ただここはコーナーキック、前節はコーナーキックが直接ゴールインしての先制、そして決勝点でした。中野真由美、ここはシンプルにニアに蹴ってきますがキーパー出ます。ただ落としましたが最後キャッチをしました。浮き玉のボールヘディングで小林美晴が跳ね返します。西川選手もなでしこのなでしこジャパントレーニングキャンプというものに呼ばれました。代表候補合宿に招集をされて、おそらくジェフの中では一番代表に近い位置にいる選手というふうに考えることができます。その西川選手も今日は積極的に前に来るシーンが多くなっています。一時は引退を決意したようなそんな時期もあったという話も聞いている中野選手ですけれども、長野から今度はこの野島に来て、しっかりとキャリアを積み上げています。やはりこのチームでも中心。石田から中央に渡してきたボールですがここを潰します。川島春奈に対して前から少しプレッシャーかけますがここはファールになりました。球際のところでも相当今日は西川選手は強くいっています。さてここはゴールに向かっていく軌道になる左足ですので一つチャンスになります。ラインは高めに取っていますけれども、ちょうどキーパーとディフェンスの間に選手が飛び込んでいく、どうだ、キック自体は面白いそんなボールだったんですが飛び込みが間に合いませんでした。上野に対してプレッシャーかけます。かなりこの辺りサイドにお互いに密集を作っています。したがってなかなか前に運ぶことが難しい状況。上野から大沢、ここで収めさせようと、鴨川収めさせようとしていますが一度戻します。瀬戸口、
篠が右に高く上がっていきます。で、藤代へのパス、ちょっと強くなりましたが残しています。今度は瀬戸内、サイドを変えます。いいスペースにボールが来ました。ここはチャンスになりそう。フリーで上がっていく上野咲、マイナスのパスを選択して、ここから瀬戸口、裏に抜け出していく動き、この辺りも大沢も含めて非常にこういい連携を見せています。中央へ、ただキーパーの久野が抑えました。久野もかつてはアイナック、あるいはイガ FC というところに所属をしていまして、A 代表の招集の経験も持っています。西川運んでいきます。シンプルなクロス、瀬戸口から大滝、決定的なシーンでした。大滝選手は昨シーズンは日発横浜 FCC ガルズで18試合で11ゴール、今シーズンはやはり一部でやりたいという希望を胸にこのジェフに移籍をしてきました。攻撃の形を見ていても、自分が入ることでプラスになる部分があるのではないかという話をしていました。若林のキープから瀬戸口へというパス、しかしここはロストをしました。その大滝選手に関して藤井監督は、おそらくまだできるであろうという期待感を込めて、ボールを奪った時の動き出しがまだ遅いと、アクションをもう少し早めに起こしてほしいというふうな話をしていました。おそらくはそのあたり、中2日ではありますけれども意識を高めて大滝選手も入っているはず。うまく収めて右サイド、藤代クロスが入った、大滝突っ込んでくるヘディング、かなりこの大滝にボールが入るようになっています。かつてはフランスのオリンピックリオンにも在籍をしていました。リオンといえば熊谷咲選手がいるチームですけれども、女子サッカーの中では名門中の名門といえるチーム、ウェハのチャンピオンズリーグにも出場するようなチームです。ですから本人は、もちろんまだ入ったばかりではあるけれども、そういった部分で貢献できることがあったら、雰囲気を良くしたり貢献したいですという話もしてくれました。右サイドに出します。ここは残しています。大野、近くに南野が寄っていきます。南野から少し谷を作りますが、ここでロストをして、大沢からシンプルに前のボールです。こちらかというと野島はサイドで起点を作ってから攻めるという形が多くなっています。上野がこの位置で運んでいきます。で、浮き球のパス、フラグ上がっています。鴨川オフサイドです。29分を経過しています。1対0、デフレディスが1点をリードしています。鴨川美穂の先制ゴール、石田が高い位置を取ります。今日は再三この石田選手が高い位置を取っています。グラウンダー通していく、しかし大野には通らない。セカンドボールもう一度行きます。石田頭部に行きますが、ここはコーナーを取りました。それゴールキックです。稲田のロングキック、上野が跳ね返したボール、国武も行きますが、ちょっとここも狭いところになっています。ファルになりました。今笛が鳴った後にボールを蹴ってしまったので一つ注意がありました。
上野。一度最終ライン戻して田中真理子です。これは右サイドの若林を使います。藤代、彼女はドリブルの仕掛け、強さがあるというのは非常にこうベレーザ戦でも分かりました。体を入れた瀬戸口が対処します。国武も A 代表招集された時期もあったんですけれども、今回 CB リブスカップあるいはヨーロッパ遠征というところには呼ばれておりません。上野からグラウンダーでつないでいきます。もう一度大沢がかいくぐっていって裏へのパスですが、これはどうか。桜本クリア。セカンドボールちょっと後ろ向きになっている。ボールキープしている中野、ただこの辺りも大滝は相当前から追ってくれます。今度は松原が運んで左サイド小林に張る。単純にボールを持っている時間は間違いなく野島の方が多いとは思うんですが、そのポジション率がゴールにつながるかどうかはまた別問題という状況です。大野が行きますが、角が足技でうまくかわしました。そして前線へ。ここは桜本がいい寄せを見せて一度決めました。ヘディングで大滝が落として今度は右サイドに振りますが、タッチを割ります。野島は今シーズンはスタイル、攻守において全員が連動するサッカーをしたいというふうに野田監督は話をしていました。その中でも個性が生かし合えるようなサッカーを目指したい。で、考えるサッカーというのを選手たちには注文をしているという話をしています。したがって今ボールを持ちながらも、相手のブロックをまだかいくぐれていない状況でどうするかというのは選手たちでちょっと考えなければいけない時間帯にはなっています。野田監督自身も攻撃力に関してはリーグ屈指だと思うという話をしていますが、今日はここまではジェフの前から行く守備、そして走る守備というのが本当に来ています。ここは瀬戸口のセットプレー。野島の方もハイラインを取っています。右のハイサイドにボールを出していって藤代のクロスを使おうという選択。ただここはしっかりとブロックに変わりました。コーナーキックになります。野島ステラはゴール前ゾーンで守る形になります。そして一方のジェフレディスの方はファーサイドに選手が5人ほど集まってそこで話をして、そこから散らばっていこうという形になっています。今ボールが入りました。ニヤリ突っ込んでくるシュートへ。大滝が突っ込んでいきましたが、タイミングとしてはドンピシャリ。久保がよくセーブをしました。もう一度瀬戸口のボール、難しいボールだと枠に行っていました。少し風も利用したでしょうか。あえて高く浮かせるボール、キーパーにとっては対応が難しいボールでしたが、ここはよく久保が弾いています。ニアの大滝を狙ってくるボールでした。今度はどういった形でボールを入れてくるか。
へのボール、ここはヘディングでクリアしたセカンドを拾えるでしょうか。体を張って残しました。そして上野から逆サイドのボール、今度はここで大野忍が収めます。そして右サイドに振っていく、まだボールはどちらとも言えない状況。ここで収めて南の後ろから、ああしかしいいディフェンスがあります。今日は西川がかなり要所で効いています。まあ、自分の特徴はダイナミックなプレーだけれども、まあ、ゴールの前でターンをしたり、あるいはゴールに一番直結できるようなパスを出せる、まあ、そういったところを磨いていきたいという話をシーズン前にしてくれました。まあ、彼女は中盤としてはサイズ感もありますし、まあ、展開力も持っている選手です。また右サイド藤代の仕掛け、勝負に行きます。かわした、そしてクロスが入っていく。かなりこの1対1のところで積極的に攻めています。この藤代ですけれども、2000年5月17日生まれの18歳です。まあ、昨シーズンからトップチームにも登録をされていますけれども、まあ、実質的にジェフレディス U18 からの昇格の1年目の選手です。まあ、何人かアカデミーからの昇格選手がいますけれども、まあ、その中の一人、もちろん千葉市の出身です。のがグランダー通していってワンタッチで縦につけます。そして今度は西川、西川から瀬戸口、瀬戸口のロングキックで大竹亜美抜けます。さあここからどう持っていくか。まあ、今日はこういった瀬戸口ですとか、あるいはまあ西川ですが、中盤からのパスが大竹に向かって出ているということは、まあ、当然これ前で動き出しをしていないとボールは出てきませんので、そういった動き出しがしっかりとあるということの証明です。まあ、藤井監督もちょっとコンディションがまだ上がっていないかもなというふうな話をしていた大竹選手ですが、まあ、シーズン進むごとにかなりこれ上がってくる可能性があります。南野が運んでいきます。そして右サイドに振って、明日はドリブル得意です。そして中野から縦につけます。左サイドに流していって小林美春が上がってきました。これはセカンド拾いそう。松原はどうするか、グランダー通していきます。そして中野の浮き球のパス、面白い、キーパー出ていますが、結果的にこれはキーパーに対するファウルということになりました。田中芽生が突っ込んできたように見えましたけれども、最終的にその田中芽生のところのファウルを取っています。ただ少しヒヤリとしました。まあ、今のパスなんかも象徴的ですけれども、まあ、中野選手は最後の局面で非常にアイデア豊富なパスを出すことができます。まあ、レフティーというところでもちょっと間合いがこう右利きの選手とは違うところも武器です。まあ、彼女は北海道文教大明星高校の出身ですから、高瀬めぐみ選手のシュート狙ってきた、すごいシュートきました。相当距離あったんですけれども、ここは狙ってきました。鴨川美穂のシュート。まあ、鴨川選手も、まあ、高校生時代からこのジェフのトップチームの試合には出てはいますけれども、まあ、現在筑波大学の学生ですが、まあ、大学生になってまたよりフィジカル的な能力が磨かれた印象があります。まあ、かつては U17 の代表に招集をされたりと、まあ、その攻撃の選手というのは本当にこう評価をされていたんですが、まあ、その後ジェフでは、まあ、その攻撃的な中盤もそうですし、トップの位置もそうですし、場合によってはボランチに入るような試合もあったりということで、かなりこうプレーの幅を広げることができました。でまあ、数年前から見ていると、またその鴨川選手にボールが来ますが、まあ、かなりこうしっかりとした体になってきたなという印象があります。中央へのボール、藤代には通りません。セカンドボールもう一度拾って、今度は西川から広げます。また鴨川勝負に行く、えぐってクロスが入ってきたが、キーパー
はもともとは茨城の鹿島エリアの出身 で、高校は成田高校に通っていた選手です。彼女もご当地選手の一人。時折風の音が強くこのマイクを通して入ってきます。まあ、市原臨海という名前で親しまれた ZA オリプリスタジアムは、まあ、かつてのジェフ時代もそうですが風の強いスタジアムとしても知られています。まあ、風が強いというのは野島ステラのホームスタジアムのギオンスタジアムも同様ですので、まあ、お互いにホームを割と風の強いスタジアムを持っているということになります。南野から左サイド抜け出して小林美晴のクロスシュートへ、川島春菜の左足。今は右サイドの川島が中に絞るような形で入ってきて、そして左足で打ちました。まあ、川島選手も世代別の代表経験を持っている選手。まあ、年代的には田中陽子選手と同じ世代です。まあ、あの時のヤングなでしこ世代ということで相当注目を集めた選手の一人。JFA アカデミー福島から最初は、ベガルタ仙台レディースに入った選手です。ラインから作ります。ここは松原が後ろ、中野が受けながらキープをしています。桜本が運んでいきます。小林引きつけながら自らドリブルで運んでいきます。グランダー通していきました。ただなかなかここの辺りで起点がまだできるかというと難しい状況です。浮き玉で鴨川が通そうとしますが、まあ、相当ジェフの方はサイドにこうやって寄ってきますので、まあ、当然かいくぐれれば大きなチャンスが逆サイドには生まれるはずなんですが、まあ、なかなかそこまでいけない状況が続いています。大滝に入って、今度は逆にジェフは大滝に入るとある程度全体が押し上がっていきます。ですからここで奪えると野島としてもチャンスなんですが、ファウルになりました。川島が少し降りたい位置でプレーをしています。そして国武、ここは国武が自ら持ち上がっていきます。少し前からのプレスをいなしながら右サイドに渡した石田みなみが高い位置を取っています。石田から中央へのクロスが入っていく。中の人数が少し足りない。クリアしたセカンド、もう一度田中芽生が拾いに行く。うまく体で残していって、さあここから中野のラストパス、そして収まればチャンスですが、体張ります。瀬戸口小杖のディフェンス。セカンドボール、もう一度小林美晴、中を通していって倒れますが、ここはノーファールです。ペナルティーエリアの中でしたけれどもノーファールでプレーオン。そして最後は若林がボールをかき出しました。ここをいかに割っていくか今日の野島の課題。左サイド流れて、ここから中野こと広げます。小林美晴、彼女はいいクロスも持っていますが、小林のクロス中央へクリアをします。まだジェフの方は守備の集中は切れていません。ここで若林奪って、まず大滝に預けます。この大滝の預けどころというのがある程度できていることが、今日ジェフにとっては非常に大きな心の拠り所になっています。南野が落としたところですが、ここも若林のクリア。今田中芽生と南野のところで少しどうやってこう出入りをするのかというところで、ジェスチャーで合図を送っていました。さあここは南野抜けるクロスが入る、逆サイドへ流れていきます。松原有沙が行っていますが、ここは船田真由スローに逃れました。アディショナルタイム1分台今入っています。
とここで前半終了です。ジェフレディスは鴨川美穂のゴールが前半に生まれて1対0でリードして折り返しということになります。まあ、前半はどちらかというと野島の方はしっかりとボールを持ちながら、そしてまあ相手のアタッキングサードをまあ手前のところまでは入っていける試合にはなっているんですけれども、まあそこから先のまあジェフのブロックがかなり固く、そこを破れないという状況があります。まあ何度かゴール前に迫るチャンスはありました。で、一方のジェフレディスの方ですけれども、比較的カウンターシチュエーションからの攻撃が多くて、であとは大滝亜美の収めからというところが非常にこう有効に機能していました。まあ、そういった中であのゴールのシーンに関して言うと、まあ、西川選手もかなり高い位置に来ていましたし、まあ、瀬戸口選手から入れるボールに関しても非常によく、まあ、最終的にクロスに飛び込んだ鴨川選手のゴールも素晴らしかったというそんな得点です。前半の17分に鴨川選手のゴールが決まっていると、手元の公式では来ております。まあ、野島としては今日は田中陽子選手をベンチに置いているという状況、それからあとフォワードでは佐々木美和選手もベンチにいるという形になっています。まあ、こういった選手を投入して流れを変えるのか、それともといったところ、この後の野田監督の采配にも注目をしていきたいと思います。一方のジェフレディスの方ですが、まあ、現状、まあ、守備のブロックは崩れていない状況、まあ、ただこの後守備をしっかりと最後までやりきることができるかどうかという部分では、緩みなくやっていく必要があります。まあ、今藤井奈々監督が、守備陣を呼んで、まあ、キャプテンの上野選手だったり、かなりこう明確な指示を詳しく送っているという状況を見ることができます。2019プリナスなでしこリーグ一部第2節をお送りしています。ジェフユナイテッド市原千葉レディースと野島ステラ神奈川相模原の一戦、前半終了1対0、17分鴨川美穂のゴールでジェフユナイテッド市原千葉レディースがリードしています。
今両チームの選手がピッチへと戻ってまいりました。後半エンドが変わります。後半は右エンド、黄色いユニフォームのジフユナイテッド市原千葉レディース、そして後半左エンド、野島ステラ神奈川相模原という形になります。今日はこの試合、ジェフユナイテッド市原千葉レディースの試合と野島ステラ神奈川相模原の一戦に加えて、この後1時キックオフになります、ベガルタマイナビベガルタ仙台レディースとアイナック神戸レオネッサの、試合も中継で、このなでしこリーグチャンネルでお送りいたします。ぜひそちらの方も合わせてご覧いただければと思います。今中央にエンジンを作って、そのエンジンの輪がほどけました。ジフレディス、そして一方左エンド、野島ステラ神奈川相模原、まもなく後半のキックオフを迎えます。やはり風はちょっと強めに吹いています。今後半のキックオフです。野島ステラが右サイドからまた崩しにかかろうというところです。川島春奈が運んでいきます。そして石田、クロスが入りますが一度切りました。田中真理子、田中選手はスフィーラ世田谷からの2部からの移籍組ですけれども、ここ2試合しっかりと開幕からスタメンを確保しています。上野がクリアをしました。かなり立ち上がりから目立つのは、右のサイドバックの石田美奈美選手が相当高い位置、ウィングポジションまで上がっていくこと、今それのボールを受けようとしているのが、石田選手だったりもしますが、かなり右サイドは高く位置を取っています。中野から縦へのボール、ラストパスは通りませんでした。ここの中央が非常に固く、センターバック、そして、ボランチで、相当スペースを消していますので、あそこを広げるか、あるいは、そこの中を割っていく個の力があるかというところ。今度は石田が行きます。石田から中央を通していきますが、若林のクリア。大竹に入ります。で、こういったボールを収めるのは本当に上手い選手です。背丈だけではなくて足元でもしっかりと収めてくれる大竹亜美選手。右サイド内野、彼女はサイドバックをやっているシーズンもありますし、今シーズンに関してはセンターバックを務めています。裏に抜けていった鴨川、チャンス、シュートまで持っていきました。先ほども強烈なミドルシュートを打って場内でよめいたシーンがありました鴨川。今日のゴールはこの鴨川美穂の17分のゴール、これが先制ゴールになっています。左サイドから作っていきます。小林に張る、左サイドから田中芽生のドリブル、ワンタッチの落としからもう一度つながっていこうというところですが、また縦につけます。かなりまた中央狭い攻防になっていますが、瀬戸口クリアをして大滝に渡します。再び奪いました。ここで縦につけて王の切り返し、中央に渡しますが中野には通らず、もう一度王の裏へ通していこうというボール、田中芽生には通りませんでした。セカンドボールもう一度拾って、小林美晴から田中芽生、大野、前取れればチャンスですが、南野も行きます。後半立ち上がりは、前半の全体的な流れと同じように、野島が相手のアタッキングサード付近まで攻めることはできています。問題はそこから先をどう破っていくか。船田のキック、バックヘッドでつないでいきますが、このボール国武、小林美晴は無理はしませんでした。今度は最終ラインからのビルドアップになります。桜本、彼女はロングフィードというものを持っています。こういったフィード、比較的前半に関してはこのロングフィードは少なめだったかなという印象です。石田、川島が今左に張って右に張っています。川島からもう一度
今度は石田が行きます。川島、松原、徐々に押し上げていきます。そして石田からかなり狭いところの局面になっています。一度クリアをします。桜本はこの位置にカバーに入っています。そして国武、川島春奈はテクニックがあります。足元の技術でかわします。スローインはジェフレディスボールです。左サイドに出していきます。このあたりは守備は非常に落ち着いていました。野島ステラ、失点はしていますけれども、こちらの方もそこまで守備が何かこう破られているという感じではありません。左サイドから作ります。また桜本にボールは戻ってきました。川島から石田へのパス、裏を取っていきます。チャンスです。中央には2人入ってきている。南野の前のところですが、ここは瀬戸口がなんとかクリアをしました。再び川島春奈のクロス、ここは突っ込んできてシュートへ。ここは船田のファインセーブ。最後は南野が飛び出していました。さて野島としてはこの押し込んでいる展開でゴールまで奪っていきたいところ、チャンスを迎えています。右サイドからのコーナーキック、コーナーを使ってきました。そして中野、ここはブロックをしました。また上野咲がプレッシャーかけに行きます。田中芽生のクロスはクリアをされます。セカンドボールもう一度つないで、田中芽生は逆サイドに渡します。裏へのボール流れていきながら、ここは国武が前線に残っていました。そして中央に渡していって、最後王のラストタッチがうまく落とせればチャンスでした。セカンドボールもう一度拾った野島ステラ、この時間帯は野島ステラがかなり押し込んでいます。中野、右サイドに振って、川島春奈ワンタッチクロス、ヘディングを落として突っ込んでくる選手は間に合いませんでした。最後キーパー船田がキャッチをしています。開幕はルーキーの好みルナ選手がゴールを守ったわけですが、今日は船田選手が先発で、今一点もののビッグセーブがありました。今度は左サイドから小林美晴、クロスが入ってうまく足元収まった。そして川島春奈の前、ここは上野咲がよく体を先に出しました。そして上野が運んで前線に収めさせます。そして左サイドからここは一度一人かわして、大沢からのボールでしたが、大滝がオフサイドポジションでした。ジェフの方は本当に奪ったらシンプルにまず前に送るという形を徹底しています。国武から右サイド、石田、石田からシンプルに中へのクロス、逆サイドに流れて、このセカンドもう一度拾って中野が行こうとしますが奪い取ります。この中野のラストパスがまだ出てきていないところが、ジェフが耐えられているポイント。鴨が運んでいったところは2枚で対処しました。川島と国武で挟んでいます。上のシンプルなクロス、大滝、フラッグ上がっています。少し動き出しが早くなりました。
4-4-2 のブロックというのも非常にこう固く、特に中央のセンターバックとボランチコンビのところはかなり破るのが難しい状況で、まあ、テクニックもあって、まあ、戦術眼も高い中野選手をもってしてもちょっとこう難しい状況になっています。南野から中野、中野が逆サイドに送っていきます。ここはチャンスになっていきそう。左から小林美晴が行きます。前には田中芽生がいますが、その田中芽生へスルーパス通りませんでした。まあ、どちらかというと野島ステラの方は、まあ、割と引いて受けることも多い南野選手に対して、大野選手は割と前に、いるというイメージです。まあ、昨シーズンはサイドを務めたりということがあったんですけれども、今シーズンの大野選手は基本的にトップ起用ということになっています。中野から右サイドに振って川島、大野が中央で待っていますけれども、そこは使わずにもう一度右サイドに振りました。ここから石田南の突破、いや上野が相当きつこくついています。後ろから松原ありさが行って、そして川島春菜、グランダー通して中野で、ここから先です。問題は中に通るかどうか、落として中のシュートまではいけないで、逆にひっくり返せばこれチャンスです。大滝亜美から出しますが、ここよく体を投げ出しました。川島春菜のナイスディフェンス。まあ、ですからこの辺りで行ったり来たりという、そんな試合になってきています。逆サイド流して田中芽生の前で若林稔のクリア。ただ野島としてはこのトライはもう続けなければいけないトライです。大滝うまく足元を収まるかどうか。藤代、前半はかなり右サイドからの仕掛けがありましたが、後半に関しては野島がかなり押し込んでいることもあって、その仕掛けはなかなか見ることができていません。まあ、後半も10分経過をしています。後半に関してはほぼ、ポゼッション率もそうですし、あとプレーエリアという部分でも野島の方が優位に進めています。まあ、ただ逆に言うとジェフはある程度それは織り込んだ中でプレーをしています。裏に抜けていきますが、ここはオフサイドフラッグが上がっています。南野、まあ、イメージとして野島は右サイドで石田、それからと川島といったところが、まあ、絡ん でそこにサポートするような形で松原が行って、でそこで起点を作ってから中央に運んで、まあ、中野なりあるいは大野なりに運ぶという形が多いんですが、まあ、その中央まで運ぶところまで行きますが、その先がかなりジェフが人数をかけているという状況です。まあ、ですからまたちょっと違った手も考えていきたいところ。川島右サイドから今度はインナーラップで石田が行きます。これは面白い形だ。クロスが入るが中の人数いませんでした。シュートの形になりました。今度は石田が内側のレーンを上がっていくという形のプレーをしました。今度は中野が運んでいきます。石田で中野が逆サイドに運んでいきました。そして地を抜け出して田中芽生から後ろから小林美晴が行きます。ほぼジェフ陣内でプレーは続いています。瀬戸口から右サイド藤代、田中が蹴ります。桜本カバー、そして国武、ある程度持ち上がっていって再び桜本に渡します。で裏へのシンプルなパス、これが抜け出していきます。左サイドから田中芽生、スピードを使ってドリブル突破を図っていく。中央には南も待っていますが、
ここはうまく体張ります。南野行く、奪った、左足シュートを持っていく、ディフェンスに当たります。そして最終的にはクリアをしました。まあ、今のような一つシンプルなパスというのも攻撃の起点にとっては大きなパスになります。中野が左サイド、またクリアをされます。今度は鴨川が運びます。そして西川から逆サイド、少しマイナス気味になったんで上野は戻しました。そしてこの位置から大沢は中を使う。西川から瀬戸口、右サイドフリーで藤代を待っています。さあここは仕掛けさせると面白い局面。シンプルにクロスを送っていって大滝亜美ヘディングでシュートを打ちましたが、まあ、ちょっと遠めの位置、そして少し引きながらというそういったヘディングでしたので枠に飛ばすことはできませんでした。60分を経過しています。前から瀬戸口がプレッシャーをかけます。中野は左に出しました。シンプルに前線に当てたボールですが、これをもう一度川島が拾って右に広げていきます。一人選手痛めましたか？あ、違いますね、今一人選手を準備していましたけれども、指示を送りながら一度戻しました。ジェフは背番号23番の大熊玉樹が今準備をしています。川島から中央に出します。南野チャンス、南野キープ、外に広げて小林美晴、小林美晴が仕掛けていきます。中のボール、田中真理子のクリア、で鴨川が収めます。藤代、下げて若林、藤代うまく前を取ります。そして大滝がうまく相手を背負いながら前取った、チャンス、裏抜ける、あーしかしわずかにオフサイド。ここは鴨川の抜け出しだったんですがオフサイドフラッグが上がっています。そしてここで選手交代です。背番号19番の大沢遥に代わって背番号23番の大熊玉樹が入ります。そして一方の野島ステラの方も田中陽子が準備をしています。まあ、共に60分を過ぎたところで交代のカードを切ってくるようです。まあ、今日は田中陽子はベンチからのスタートでした。左サイドに振ったボール、若林のクリア、セカンド藤代が追っていきます。残して、鴨川に入りそうなボールでした。さてここで選手交代を行います。背番号14番の田中芽生がアウトをします。まあ、少し中盤のタイプ選手を変えます。まあ、どちらかというとドリブルが得意な田中芽生に変えて、まあ、セットプレーも含めて様々なパスも出せる、そんな田中陽子を入れておきました。逆サイドにボールを回します。石田へ、そして川島が受けます。おそらくは田中陽子は変わってそのままの位置に入ったか。さあここは、瀬戸口が少し時間を作ります。
大滝がしっかりと収めようとしましたが、ここは奪われます。まず代わって入ったジェフの方の大熊ですけれども、左のサイドに入っています。もともと大沢遥香がいた位置にそのまま入った形、そして一方の野島ステラの田中陽子ですけれども、まあ、今見る限りにおいてはやはりもともといた位置にそのまま入ったという形に見えます。今ここで受けるのが田中陽子、まあ、当然野島ステラの中でも、まあ、一番とも言っていい人気選手の一人です。今回のヨーロッパ遠征にも猶本光選手が呼ばれましたけれども、その猶本選手とともにヤングなでしこの当時非常にこう注目を集めた選手です。ここはドリブルで運んでから石田が縦につけます。そして中野が運んでいく、右に川島春奈が開いています。おそらくこのやり方は今シーズンの野島の一つ約束事というか、ちょっと石田選手を高めに行かせるというのはやり方なんだと思います。逆サイドの小林美晴選手も上がるケースはもちろんありますが、その場合はどちらかというと、まあ、持ち上がって左サイドタッチライン際からというイメージ。でもう少しシンプルにクロスを上げるだけではなくて、石田選手は起点を作ったり絡んだりという、そういった形の役回りをしています。さて田中陽子に入って左サイドに振って大野忍、大野選手も昨シーズン野島に加入して、まあ、菅野監督が率いていた当時ですが、まあ、相当走り出されたと、今までこれぐらい走った経験はないぐらい、3年分ぐらい走りましたという話をしていましたけれども、まあ、逆にそれが自分にとってもまた新たな発見で面白いですというふうな話をして、まあ、本当に野島で充実している様子を話してくれました。まあ、野島ステラは神奈川相模原、まあ、相模原市の南部にありますので、彼女の地元座間市とは非常に近い場所です。まあ、ほぼ里帰りをしたと言っていい、そんなところに戻ってきました。小林美晴、ここは桜本いいディフェンスで奪って裏へ、反応する選手がいればというシーンでした。まあ、桜本選手は要所要所でああやって前に出て潰すこともできる。さあその裏を、ここは桜本が足を出します。まあ、ジェフレディスの中ではこの桜本選手、それからあと深澤選手がまあそれぞれ今シーズンは別のチームに移籍をしました。桜本選手はジェフからこの野島へ、そして一方深澤選手はチフレーと移籍をしていきました。まあ、この2人は本当にジェフの中では戦う走るという部分において完全にこう中心的な選手でした。まあ、藤井監督に話を聞いても、そういう2人はハートでプレーをすることができる選手でしたからねというふうに話をして、まあ、だからこそ今その穴を埋めるような選手が誰か出てこなきゃいけないんですというふうな話もしてくれています。まあ、そういった意味でこう意識を高めていきたいのはキャプテンの上野咲希もそうですし、そして脇を固める、西川彩香であったり、あるいは若林実といった副キャプテン2人、まあ、この2人も相当意識を高めて今シーズンに入っています。大熊からのボールはカットした国武、国武から左サイド田中陽子、落として中野、まあ、当然ですけれどもこれ田中陽子はこうやって間で抜けることができます。縦につける大野忍、大野忍から裏、反応してなかった。最後は南野に出ればというチャンスだったんですが、まあ、ですから明らかにタイプが変わりますので、今度はジェフとしてはこの間に入ってくる田中陽子をいかに捕まえるかがタスクになっていきます。で当然、まあ、ジェフは先ほども言っているように、まあ、ブロックでしっかりとスペースは消してはいるんですけれども、まあ、とはいってももうすでに68分まで来ていますので、まあ、ここからはそのブロックスペースを消すランがしっかりできるかどうかは大事な時間帯になっていきます。大滝をかわしていこうとします。裏へのパス、ここは抜け出して南野からファーストフラッグ上がっていました。
今シーズンまだここまで、まあ、なかなかゴールをすることはできていません。南野、昨シーズンは10ゴールを挙げました。まあ、野島の躍進に彼女の決定力というのは欠かすことはできません。キーパー船田のロングキックです。大滝がヘディングで競り合っていきます。またジェフボールに変わります。本来ディフェンス登録ではありますが、今日は1列前でプレーをしている大熊玉木。大滝亜美のボールキープ、しかしここから奪っていこうとしたところ、松原のファールを取ります。いい位置でフリーキックを得ました。ジェフ、瀬戸口の右足です。ゴールに向かっていく軌道になります。ジェフはセンターバックの選手たち、千野あるいは田中真理子といったところが前線まで上がってきました。ロが164、田中真理子は171。ここは左サイド出して上野からのクロス、塩谷、ニアに速いボール。今度はスローインです。あ、コーナーという判定です。野島の選手が触った直後にゴールライン割っているという判定、コーナーキックになりました。野島はご覧の通りゾーンで守っていますので、まあ、そこにいかにいいボールを入れるか。ヘディングで飛び込んでいきますが、セカンドボールをもう一度拾って、うんと守りきりました。野島、国武がボールを運んでいきます。中盤で瀬戸口引っ掛けていって、鴨川、彼女はやはりテクニックがあります。鴨川から右サイドに出していって、これ前取れればチャンスですが、と接触ありましたけれども、ノーファールという判定です。藤代が右サイドから取り出していました。その藤代もディフェンスに行きます。どうやらキーパーの久野も問題はなさそうです。まあ、野田明美監督はとにかく2強に食らいついていく、そういったことを話をしています。2強というのは優勝した日テレベレーザと、昨シーズン2位のアイナック神戸、まあ、それを捉えかける3位という順位まで昨シーズン菅野正明監督が率いてあげました。まあ、今シーズンのタスクはそれをさらに継続し上積みをすること。中野から松原へのパス、ここはうまく引き取れるかどうかというところだったんですが、またジェフボールに変わります。大滝亜美のボール、このあたりはポストプレー安定をしています。今日はこれでだいぶジェフの選手は助かっているはず。で、ここは大熊玉木が左サイドから運びます。大熊、ちょっと後ろからのサポート欲しいところ、上野咲希が行きました。一度中盤まで下げていって、西川彩香、裏へのボールですが、ちょっと今呼吸が合いませんでした。ごめんねというふうに今鴨川が手を挙げました。イメージとしては鴨川に裏に走っていってほしいという、そんなメッセージがついたパスでした。中野、縦につけます。ここにはかなり激しく千野が行っています。まあ、千野選手もこのジェフの中ではベテランプレイヤーです。中野から縦につけました。さあ、ここからチャンスを迎えるかどうか。田中陽子が運んで、川島春奈、川島から右サイド広げて石田、アウトにかけた面白いクロス。一度上野咲希が切ります。今スローインのボールを入れる川島選手も昨シーズンボランチをやったりという時もありました。まあ、今シーズンはサイドでやっていますけれども、中に入ることもできます。石田が突っ込んでいきますが、ここは2枚で対処。セカンドボール、これ激しい攻防になっていますが、うまくマイボールのスローインにしました。まあ、今日はこの鴨川のゴールでリードを奪っているジェフレディス。
74分というところまで来ています。さてボールを奪ってここからです。松原は左サイドを選択し、小林に張る。今田中陽子は左に張りました。中野、ちょっとこの辺りのパスがずれます。でこの時間帯も同じようにジェフのブロックが 4-4 のラインはもう綺麗に出来上がっています。まあ、ですのでここを割っていくのは容易な作業ではありません。また石田みなみが行く。石田が仕掛けてマイナスのパス。さあ川島から囲まれます。もう一度国武から、今度は大野が今下がった位置で受けました。そしてもう一度石田から縦につけようというところ、瀬戸口、クリアボールを松原拾います。で彼女らしいサイドチェンジパス、これが通っていく。そして小林美晴が仕掛ける。そして大野忍、手前ところ、シュートへ持ってった、クロスバー。セカンドボールは一つ大きなチャンスを作りました。まあ、もちろんなでしこリーグではまだゴールラインテクノロジーなどはありませんし、まあ、おそらくはゴールラインは割っていなかったように見えます。ただ決定的なチャンスがありました。さあここから川島、一度下げて松原、もう一つギアを上げたい野島ステラ。そして耐えることができるかジェフ。大事な時間帯、松原からのパス裏に抜けていく。ここはいい田中真理子のディフェンスです。まあ、南野もこういった裏への駆け引きというのも何回もやっています。そこにボールは出てくるシーンもあるんですけれども、ただ今日の試合ではそこがなかなかまだ実っていきません。稲田のロングキックです。松原、体の強さ発揮をします。そして中野、少しパス乱れましたが川島大丈夫、残して中野は裏へのパスを選択し、セカンドボールこれ拾えるかどうか。田中陽子がもらいに行きます。あ、それ石田みなみがもらいに行きます。そして右サイドに渡していって、もう一度石田、裏に石田が飛び出していきます。一度下げていって、川島、この辺りは足元のテクニックでかわして、そして縦につけたボール。セカンドはかなり上野も激しいディフェンスを見せています。まあ、今日は再三この野島にとっての右サイド、ジェフの左サイドから攻めようとはしているんですが、クロスが入っていく。77分を経過しています。さあここから左サイド、長い距離を田中陽子運んでいきます。田中陽子1枚切り返してかわして、クロスからシュートへ持っていきました。枠は捉えていましたが船田を抑えています。田中陽子が左に広げて、今は左に大野忍、大野がドリブルで仕掛けていく。若林ついていますがクロス入った。ニア、なんとかセーブをします。この時間帯は少し大野選手が左に張ったり、あるいは、田中陽子選手が少し左目に張ったりということで、まあ、今度はラインをうまく使いながら攻めていこうというそんな試みもあるんですが、なかなかまだ割れていきません。昨シーズンジェフは得点が19、そして失点も19という
まあ、どちらかというとロースコアの展開で、まあ、勝ち点をものにしていくというチームでしたが、まあ、まさにそのジェフらしい試合になっています。で、風が左から右へだいぶ強く吹いています。現状野島にとっては追い風ではあるんですけれども、また上野が入れようとしています。国武が前線にボールを送ります。石川、左サイドに振っていきます。国武が奪い取っていきました。そして中盤底の位置から石田みなみがサイドチェンジパスを送りました。小林から田中陽子、まあ、ボールのポジション率では圧倒的に野島なんですけれども、大野が受けます。そして中野も行く。で、南の左サイドに振ってワンタッチパスで抜け出していければというところですが、石田が後ろから行っています。詰めていきますが船田タッチを逃れました。松原、かなり後半この松原の長いレンジのパスというのが増えています。まあ、ただ一つ言えるのは、野島の前線はどちらかというとターゲットタイプは少ないということは言えます。まあ、背丈が160センチを超える選手は現状前線にはいません。まあ、ですから地上戦の崩し、あるいはドリブルの仕掛けといったところでどう崩していくか、まあ、単純にクロスを入れるにしてもちょっとこう工夫が必要です。中野、ただここもプレッシャーかけています。今日はこのジェフのプレッシャーが途切れません。中野から、ここは上野先のディフェンス、そしてクリアをしてここにひっくり返していこうというところですが、タッチを割ります。川島、上野のクリアボール、再び国武、共に交代枠は1枚のみ切っている状況です。南野、相模原から来ているサポーターの大きな苦戦もこのオリプリスタジアムに聞こえていますけれども、川島、今度は大野が右から入ります。中野を経由して再び大野、ただここも鴨川が突っかけていって奪い取ります。藤代に取ればチャンスだったんですが、逆にひっくり返して小林美晴から右サイドへ、チャンスを迎える。南野からクロス、しのい、おーっと危ない、バックパスヘディングになりましたが、そのままキーパーの船田が抑えました。今度は逆に石田のパスというかヘディングがバックパスのような形になりました。桜本から縦につけます田中陽子ですが、若林みのりが前に送ります。再び田中陽子、切り返しで相手を剥がしていこうとしますが、かなりしつこくいきます。まあ、西川がこうやって前から行ってくれるプレッシャーというのは相当効いています。今日は西川もかなりいい出来です。やはりジェフは中盤のところでボールをかなり奪い取れています。まあ、もちろんそこからの最初のパスという課題については藤井監督も話している通りではあるんですが、ただ現状リードしているのはジェフ。日野が落としたボール、このあたりも冷静につないでいきます。そして上野、キーパーの船田を使っていきました。ただここはタッチを直接割っています。
84分というところまで来ました。まあ、今日に関して言うと野島ステラは佐々木美和も入っています。それからあとディフェンスでは大賀梨紗子、大隅沙耶といった選手も入っています。キーパー森田ゆかりも入っています。森田大賀の両選手は日体大の卒業式を終えたばかり。今シーズンは日体大フィールズ横浜から、移籍してきた選手が2人いる野島です。大野が落として中野、さあここから大野が行く。ただ大野に対して相当西川しつこくついている西川の守備、奪って石田チャンス、もう一度大野中通す、そして田中陽子左に広げますがこのパスが少し流れます。小林美晴が落としていって今度は桜本グラインダー通します。中野、さあどうやってこのブロックをえぐるか、難しい状況続きます。85分を経過、1対0、前半17分の鴨川美穂のゴール、これが今のところ唯一のゴールになってジェフがリードしています。ちょっと味方に当たってしまってこれがミスになって逆サイドに送ろうというパス、松原から右サイド川島春菜が行きます。上野咲がしっかりと体を投げ出して対処をしました。川島から逆サイド、小林美晴から田中陽子、そして大野から、さあ石田のクロスだ、ヘディング落として混戦になっている、これは押し込みたい、しかし押し込みきれません。ジェフも体張ります。ただオフサイドという判定です。その前の段階で、混戦になる段階で、オフサイドがありました。間接フリーキックからの再開です。川島がヘディングで落として、大滝も今日はよく守備の部分でも体を張って貢献をしています。ロングキック、ヘディング、さここはちょっと奪われると危険なピンチでしたが国武冷静に運んでいきます。国武から裏へのパス、これはフラッグが上がっています。何回かこういった裏抜けも大野あるいは南野といったところが出してはいますけれども、今大野はオフサイド。田中真理子のロングキック、田中選手の特徴もロングフィードができて高さがあるという部分では、桜本選手の穴を埋める存在として非常に特徴は似通っています。ただ一部のスペース、ブロックをしっかりと維持をすることに関してはまだ難しい部分があるので、これから慣れていきたいという話をしていますが、すっかり今日のプレーぶりを見ているとジェフのブロックの中に違和感なく入っている感じです。松原、川島から中野、松原がサイドを変えます。小林に春へ、当然後方にはサイドチェンジあるいはロングフィードを送れる選手がいます。野島としてはそういった選手の能力もうまく使いながら、パスサッカーを展開していきたいんですが、今日はどちらかというとショートパス主体という感じになっています。それを今シーズンの新戦力あるいは松原選手の特徴を生かすというところも含めて、どう融合させていくかが今シーズンの課題でもあって、おそらく今シーズン1年かけてやっていく部分なんでしょう。攻守ともに連動したサッカー、その中で個性が発揮をされるサッカーというのを野田監督は標榜しています。
間で受けて左サイドへ出していく。ここはチャンスになりそう。大野忍がドリブルで運んでいきます。中央は川島春奈1枚。いやこの辺りも今日は西川瀬戸口のフィルターで相当クリアをしています。再び中野からのパスですが、もう中盤で本当にこう潰しています。国武から逆サイド、ここも跳ね返した若林。田中陽子、田中陽子サイドを変えるボール、川島春奈待っていますが、ここもクリアをします。まあ、今最終ライン近くまで大熊が戻って対処する形になっていますが、その前でファールがありました。瀬戸口が石田を通してファール。これいい位置のフリーキックです。89分から90分へ今なりました。アディショナルタイムに入っています。2分という表示。さあこれはいい位置です。そしてキッカーとして田中陽子も入っています。軌道としてはどちらかというと左から巻いていく中野のイメージもありますが、かなりこの2人で相談をしています。右足田中陽子、左足中野。壁を3枚置いています。そしてブラインドを作るようにその横に野島の選手が3人います。キーパー船田狙ってきましたが、壁に当たってもう一度再び壁に当たります。ジェフはここも耐えます。残りは1分と少し、時間がありません。前線ヘディングで落としていって、ここも若林のクリア。そしてこれを大滝収めて右サイドに振ります。もうとにかく時間を消費させるために藤代は運んでいきます。ここには小林美原がついていますが、ファールをもらったか。あ、ただここはスローインで野島ボールです。さあ野島はここでラストチャンスいけるかどうか。中野が運んでいきます。グランダーで通していって川島春奈、川島本戦になっています。抜け出して、さあ松原運んでいく。サポート欲しい、時間がない。石田みなみのクロスは千代田ヘディング。セカンドボール跳ね返して中野真奈が収めようとしますが、ここも体を投げ出して対処します。藤代のディフェンス。さあ桜本ロングフィードもありますが時間ありません。もう2分台に入っています。結局攻めきれずに試合終了。ジェフの固いブロックを野島破ることができずという試合でした。ジェフユナイテッド市原千葉レディース17分、鴨川美穂のゴール、これが決勝点になりました。まあ、ホーム開幕戦で敗れたアウェーの開幕戦で敗れたジェフレディースでしたが、このホームの開幕戦、今シーズンの初勝利。一方、開幕ホームで勝った野島ステラはアウェーで2戦目敗れるという結果になっています。今両チームの選手が握手を交わしているところです。当然シーズン開幕2戦目、藤井監督も開幕の前に話していたのは、この時期というのはどのチームもやはりチームは作っている段階なのであるということ。特に、継続をしているジェフに対して、一方の野島に関しては開幕、監督が変わっている中で、少し新しいエッセンスも入れながらというところになっていますので、当然時間はかかるところだと思います。勝ちましたジェフレディースキャプテンの上野選手が非常に嬉しそうな表情で今、抱き合っている姿を見ることができました。そしてジェフレディスの方は勝利のいつもの儀式があります。少し横幅を取って、そして勝利の前転、これはトップチームと同じです。
今日はこの後男子の方トップチームの試合も組まれている福田電子アリーナでの京都サンガ戦がありますが、まあ、それに向けていい流れを作るような勝利になりました。そして一方のアウェーチーム野島ステラ神奈川相模原の方ですけれども、まあ、チームとしてやりたいことというのはある程度見えたものの、まあ、問題はアタッキングサードから先どう崩していくか、まあ、そういう意味では今日の相手のジェフレディスは守備という部分で一番厳しいチームではあるので、まあ、課題をあぶり出すには一つ教訓になった試合ということが言えます。まあ、今日は田中芽生選手を先発起用して、そして途中から田中陽子選手を出すという形で起用した野田明美監督でしたけれども、残念ながらその采配も実らずという結果になっています。まあ、今日に関してはおそらく桜本選手が一番、まあ、気合が入っていた野島だったと思いますが、まあ、フルスジェフを相手に、まあ、残念ながら敗れるという結果になりました。ということでお送りしてきました2019プレナスなでしこリーグ1部第2節、ジェフユナイテッド市原千葉レディース対野島ステラ神奈川相模原の一戦、1対0鴨川美穂選手の決勝ゴールでジェフユナイテッド市原千葉レディースが勝ちました。実況西達彦でお送りをしました。 ZA オリプリスタジアムよりお送りをしました。さて2019プレナスなでしこリーグ1部は各節2試合なでしこリーグ公式の YouTube チャンネルで生中継で配信をしています。次節は3月の31日の日曜日午後1時キックオフ、アリビレックス新潟レディース対アイナック神戸レオネッサ、そして午後2時のキックオフ浦和レッドダイヤモンドレディース対日テレベレーザ、この2試合の模様をお送りしていきます。また過去の試合の見逃しの配信も行っていますので、ぜひご覧ください。